神殿は石やガラス、木や金属でできています。しかし、信仰と犠牲の模範の産物でもあるのです。神殿の建設資金は、十分の一を納めるすべての人から寄せられ、ヤモメのレプタや子供の小遣い、労働者の献金など、すべて信仰によって清められたものです。